はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。プロ野球スピリッツ2015山本昌侍道パート2やっていきたいと思います。でね、今回が前回言った通り広島戦やっていきたいと思います。まあそうですね、2戦連続ということで、まあ立て続けに動画も撮らせていただいてます。うん、ということで相手は福井ということで、そうですね、何も変えることもないですし、早速やっていきたいか。一応難易度が普通プラスとかで下がっちゃったかな。あ、強いマイナスか。それでこの辺で止めておきたいかな。ここから上げていけるように頑張ってやっていきたいと思います。ということでね、早速やっていきましょう。こっちね、好調の人も多いですし、打線に行きたいということで、オーダーはこんな感じです。やっていきましょう。今回もね、応援曲つけております。ってことでね、まあ、少し動画的に花が出るんじゃないかなとは思ってます。まあ、これから、そうだね、ピッチャー操作の時は応援曲はつけていきたいかなと思ってます。うん、こういうの大事かなと思うので、コメントでもね、つけてほしいっていうコメントをいただいてたので、つけていきたいと思います。いや、前ね、結構前の動画なんですけど、コンビニネタの話をさせてもらって、コンビニ暗号が出たよみたいな話をさせてもらって、見てる視聴者さんがね、コメントで、それ、前も言ってたよって言われて、めっちゃ恥ずかしかったですね。やられたなと思って。いや、確かに言った思い出があったんですよね。うん、言った気がするなと思いながら言ってたんですけど、うん、やっぱり言ってたかってことで、まあいいんですけど、まあもし聞きたいのであれば、僕の動画はどこかで言ってると思います。結構僕は面白いかなと思ってるんですけど。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。ベストピッチ平気で弾かれるからね、マサさん、ちょっとそれが大変かなと思うんですけど、今ね、動画的に出してない動画もあるんですけど、YouTube で一応もう上げる予定の動画が今、750ぐらい作ったのかな、700、もうちょっとかな、780近く作ったのかな。なので、まあ、正直ね、なんていうのかな、ネタを喋りたいっていうのはありますし、その雑談も言いたいなってことはあるんですけど、残念ながらネタがなくなってくるよね、ネタが。うん、やっぱり僕もそれなりにこう人生過ごしてきたとは思うんですけど、700何本もね話してると、ネタが700何個もあるわけないですから、そこが厳しいよねって話なんですよね。うん、だからまあ、違うことをすれば、違うゲームとかをすれば、まあ話は別なんかもしれませんけど、プロスピって言ってしまえば、見た目は一緒ですからね、野球興味ない方からすると、なんていうのかな、同じように見えると思うんですよね。僕も昔野球に興味なかったですから、うん、そこでこう野球をパッて見てても、結局同じ人が同じように動いているようにしか見えないんですよね。うん、まあ、言ってしまえばスタメンっていうのも決まってるじゃない。よし、ゲツ取ったらでかい。よし、よかった。チャンス強いからね、打たれるかなと思ったんですけど、うまいところ。野球は多分そうなんですよね。まあ、スタメンも一緒ですし、まあ、なんていうのかな、動きもそこまで大きくもないですしね、打ったりしたらかっこいいですけど、なんていうのかな、その皆さんがそのかっこよさ、おありがたい、もう一歩、もう一歩、そんな簡単にマスターを打てへんか、でも3点はでかいね、ここ3点守りきっていきましょう、だと思うので、なんとかこう話で、こうなんていうのかな、野球嫌いな方っていうか、野球があまり興味ない方でも楽しんでいただけたらいいなと思ってるんですけど、なかなか難しいよね、うん、そのどっか行った後にこうネタをしゃべれるのはまだいいんですけど、毎日行けるわけでもないですし、毎日面白いことがあるわけでもないですから、学生生活とかであればね、面白いことっていくつかあると思うんですよ、やっぱり。まあ、皆さん、学生様が多いと思うんですよ。まあ、一応データで出るんですよね。その、YouTube で、まあ、Gmail っていうのかな、を作るときに、まあ、年齢とかを多分、打つ場面があると思うんですよ。そこでね、一応年齢っていうのは出るんですけど、まあ、それが本物だろうか、嘘物だろうか、僕には分からないですけど、まあ、皆さん、そんなにこう、年齢を変えたりはしないんじゃないかなとは思うんですけどね。で、一番多いのが18歳から22歳ってこと、まあ、僕と同い年ぐらいの人、まあ、そうだね、大学、いわゆる大学生ってやつかな、まあ、働いてる方、社会人の方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、その時間に時間があるっていう方は、きっと、大学生の方、まあ、僕も大学生してたので、大体分かるんですけど、まあそうだね、言ってしまえば暇な時間が多いんだよね。大学土日休みだし、まあその時間割によっては休みも作れるしっ
ていうのであるんで、多分ずっと大学生の方が多いと思うんですよね。で次に多いのが13歳か17歳、まあ、中高生たち、そうだね、まあ、ゲームが一番やる時期でしょうし、うん、まあ、時間もあるっちゃある、まあ、部活が忙しいのかな、中学校高校って僕はそういうイメージだったんですけど、ね、そういう方々が見てくれてて、で女の人とかも出るんですよ。まあ女の人もね、わざとしてる方もいるとは思うんですけど、まあ、そんな方もそんなにいらっしゃらないかなということで、まあ、女の、お、今日めっちゃ点取ってくれる、やべやべやべ、これ勝てって言ってますね。うん、勝ちましょう。女の方がね、一番見られてるのがね、40代なんですよ。40から49歳、39から49歳だったかな、が一番こう女の人が見られててね。いやー、そのなんていうのかな、わざわざその年齢を若くさせるっていうのはあえてすることってあると思うんですよ。でわざわざ年齢を高くするっていうことはないと思うんですよね。でも女の人、そこが一番こう大きく出るんですよね。僕の動画で女の人が見てくださってるパーセントがだいたい1割から1.5 割ぐらいなんですよね。まあ野球動画が多いので、それはまあそうかなとは思うんですけど、まあ2番目はね、13歳か17歳とかな、女の人が2番目で多かったのが、まあほとんど男の人なんで、そんなにデータが出てるわけじゃないんですけど、その、まあ、不思議やなっていうことでね、誰が見てくださってるんだろうと思ってね、結構こうなんていうのかな、数人だったら分かるんですけど、最近僕1日にそうだね、5000回から8000回ぐらい見られるんですよね。本当に安定してそれぐらい見られるようになってきてね、本当ありがたいなって。うん、動画始めてだいたい半年弱ぐらいかな、立たせてもらって、やらせてもらって、まあもう少ししたらチャンネル登録も1000人ぐらいに行くのかな。うん、まあ、本当ありがたいなってことで、こんなに早く1000人行くなんて僕は思ってなかったので、まあどうなんだろう、一つの目標を達成できるのかなと思うと嬉しいですしね、これからも頑張って励んでいきたいとは思ってるんですけど、うん、まあ、その中でこう女の人が40代の方が見られてるっていうのはね、嬉しいような、僕の動画を見て面白いのかなと思ったりね。うん、そんなこうなんていうの、若者向けってわけじゃないですけど、話し方もそんなにいいわけじゃないですし、丁寧に喋ってるわけでもないですしね。うん、いやもうなんかそうならもう少しこう違う動画作った方がいいかななんて思ったりしてるんですけど、まあ本当にありがたい話やなと思ってね。うん、まあ本当にやる気が出るかなと思います。本当コメントでもね、毎日見てますみたいなコメントいただけるので、こんな動画をね、本当に1日4本も上げてますからね。多分でも全ての動画にこう話のな、僕が話してる内容にコメントいただけることなんてあるので、それだったら飛ばし飛ばしで見てないってわけですから、ね、わざわざこう見に来ていただいて見てくださってるっていうもとね、やめざらず追えないですよね。うん、楽しいんですけどね、まあ、やっと最近ね、ため取りも増えてきて、うん、こうなんていうのか、余裕が出てきたっていうのはあるんですけど、嬉しいよね。なんとかこう余裕を持ちたいな、これから。一時期ね、本当に動画その日に撮って、その日に編集して、その日にアップする動画が3本みたいな時もありましたから、8月9月あたりかな、本当に時間がなくてね、疲れ切ってすぐ寝てしまうことなんて多々ありましたから、それからすると、まあ、なんていうのかな、連休も多いですし、この9月の後半から、まあ、10月もこれから、今撮ってるのが9日なんですけど、10、11、12で連休の方、まあ、どっか行かれる方多いんじゃないかな。僕もね、その連休、一応土日は出かける予定なんですけど、まあ、どこのね、宿、屋さんを見ても満杯っていうことでね、まあ、すごいなってことで、皆さん出かける方多いのかなと思って、ね、まあ、涼しくなってきましたしね、本当に行きやすくなってきて、 朝晩は結構寒いですしね、もうね、あのクソ暑かった時期が懐かしいなってことでね、僕もね、引っ越すっていう話はさせてもらってたんですけど、やっとこう落ち着いて、物も綺麗に片付いて、まあ、僕なんていうのかな、物欲ってものがあんまりないんですよね。あの持った方がいいよって友達からもよく言われるんですけど、なんていうのかな、
人に物をあげたりとかは別に嫌いじゃないんですけど、自分にこう物を買ってあげようって言ったらものすごくためらうんですよね。これいるかなみたいな、普通使わないんじゃないかなとかいろいろ思ったりしちゃうんですけど、ね、まあ、物をためない主義なんですよね。だから部屋が汚くないというか、あの部屋に物がないというか、汚くなる以前の前に物がないんですよね。で、前住んでた家が 3LDK、 結局同じマンションで 3LDK なんですけど、自分の部屋が昔が 4.5 畳やったんですよね、うん、一番ちっちゃい部屋を、僕狭い部屋が好きなので、まあ、パッてこう立って全てのものが近くにあるのが好きなので、狭い部屋を、一番狭い部屋をね、調査してもらったんですけど、今回上に上がったってことで自分の部屋が6畳になったんですよね。そしたらね、本当にスカスカ。もうね、何にも物がないからね、ねって言われてもね、うん、こうなんか、うん、ここの空間を何かで埋めてあげたいなっていう場所は多々ありますね。ベッドもね、折りたたみなので、だいたい折りたたんで、置いてるので、本当に部屋がめちゃめちゃ広く感じますね、その昔から。まあ、そんなことどうでもいいんでしょうけど。まあね、それぐらいちょっと今話のネタに困ってるっていうのはあるんですけど、まあ、またね CS が始まってくれば、うん、また話す内容も増えてくるんじゃないかなということで、まあ、11月あたりからウィーレもしようかなと思ってるので、またサッカーの話もできたらなと。やっぱり野球とかでサッカーの話をするのはね、ちょっとどうなのかなと思うので、野球は好きだけどサッカーは嫌いっていう人いると思うので、うん、僕も昔そうでしたから、俺サッカーには興味なかったんですよ、中学校の時ぐらいは。高校から急にサッカー熱が増えてきてね、ワールドカップなり、そのヨーロッパリーグなり、僕はプレミアリーグとか、うん、セリアとかが好きなんですけど、うん、そこら辺が、まあ昔一番好きだったのがインテルやったんですよね。ブラヒモビッチとかアドリアーノがいた時代が一番好きで、スタンコビッチとかね、まあし、うん、多分知ってる方と話したらだいぶ盛り上がるんじゃないかなとは思うんですけど、ね、でそこからスナイデルとか、カンビアソとかいろいろ加入してきて、ね、でも最近のサッカーちょっと見れてなくて、こうやって動画をやり始めてから野球ばっかりになっちゃってたので、久しぶりにウィーレを買って、ウィーレもね2015年、プレステ4で最初に出たウィーレは友達の家でだいぶやらせてもらって、ある程度選手は覚えたっちゃ覚えたんですけど、ね、ワールドカップもしっかり見ましたし、ほとんどの全試合、全試合ってわけじゃないけど有名どころ、もちろんその決勝トーナメントに入った試合はほとんど見たんじゃないですか、うん、ドイツはゲッツやったっけな、ゲッツが決めた時、実況がね、本当になんていうのかな、いいタイミングでゲッツが出てきて、クロスボールやったかな、でいいタイミングでゲッツが出てきて、実況がゲッツってこう言ったんですよね。もうそこはめっちゃ印象に残ってるなと思って、その時ドイツにね、うん、まあ、なんていうの、10人ぐらいで、どこが優勝するかかけようぜみたいな、でその時今から1年前ぐらいやったよね、2014年にワールドカップってあったっけ。そうだね、そうだね、うん、2014年にワールドカップがあったんですけど、その時に、賭けをしよう、まあ、大学生のノリですよね、完全に。で1人勝ったら1万なみたいなのやってて、 それ、ね、そこで10万儲けさせ、誰もドイツにね、その時僕絶対ドイツと思ってたんですよ、うん、ドイツは来るなと。でもベールが出なかったからどうなのかなと思ったんですけど、まあ、戦力的に確実にドイツが来るんじゃないかなと思ったんですよね。その前もスペインを当てさせてもらった、誰もスペインは、その時も高校生やった、まあ、高校生の時は、ね、500円というのはしょうもない額やったんですけど、その時やらせてもらってて、まあ一応勝たせてもらったんですけど、まあ言ってしまえばその時の優勝しそうなチームってやっぱり皆さんなんていうのかな、予想しないというかね、うん、一発逆転狙いたくなるんじゃないですか、うん、あの時はもうスペインが確実に強かったと思いますし、でシャビにイニエスタにね、あそこがブスケスとかがね、あそこ固まって、ね、前線にはペドロなりね、フェルナンド・トーレスとかね、あの辺がいたので、結局最後はイニエスタが決めたんだったっけね、決勝戦は、うん、いやよかった、オランダ戦だったよね、決勝戦はイニエスタが決めたのが今でも記憶にあるんですけど、やっぱりほらメッシがいるアルゼンチンも、アルゼンチンってほんまに攻撃力からしたらどこにも引け取らないなと思いますし、オランダも強かったしね、うん、全然普通に日本とかにかけてる人はいなかったんですけど、イングランドとかも花がありますしね、
っぱりなんかこう分かりますけど、あの時は僕なんていうのかな、ドイツ対イングランドだったかな、2010年のワールドカップ、どうだったかな、ドイツ対イングランドだったかな、もうドイツがすごいカウンターしてたんですよね、本当にカウンターサッカーみたいな感じで、それがまあものすごく自分しっくりきてね、うわかっこいいなと思って、絶対こう次のワールドカップはドイツにかけたろうと思ってたんですけど、本当にドイツが勝ってくれてね、よかったなというか、嬉しかったかな、あの時は本当にずっと眠い中見てたので、延長戦までもつれ込んだんだったっけ、どうだっただろう最近の話なのにね忘れちゃったんですけど、とりあえずゲッツが決めたことは覚えててかっこよかったなと思ってね、それからゲッツファンですね僕は。ミュラーとかもすごかったからね、ちょっと続き、ミュラーが続きしてたっけ、違うな違う違う違う、ミュラーが続きされてたんだ、面白いなってことでね、よかったね。まあネイマールがね最近その脱税って帰ったのかな、これが本当かどうか分からない、ヤフーニュースなので本当かどうか分からないんですけど、いやだいぶこうね、金もいっぱい持ってるでしょうし、わざわざそんなことしなくてもよかったのかなと思うんですけど、しょうがないのかなとも思いますし、僕がねあれこれ言うことでもないですから、まあなんとかしてくれると思うので、またねプレーに集中していただきたいかなと。昔から言われたよねネイマールは、あのブラジルリーグの時からすごいやつがおるぞみたいなこと言われて、本当に頂点まで一気に駆け上っていきましたよね。バルセロナはちょっと卑怯ですよね相変わらずまあレアルも人のこと言えないんですけど、僕はねレアルファンです今は。なんていうのかな、クリロナが好きなんですよね、単純に。でイジルが好きやって、でそこからエジルが結局移籍しちゃったんですけど、本当にクリロナとエジルがあそこを張ってた時が一番好きやったかな。あとイグワインが好きやったんですよね僕、あの時代が一番、第二の銀河系軍団とかやった時代が一番僕は好きでしたね、まあ、一時期ロナウドとかねラウルとかいた時代はすごかったですけど、あの時は僕今好きで、今もまあ一応レアルファンかな。あのクラシコとかあったらレアルを応援してしまいますね。ということで結局サッカーの話をガバガバとさせてもらったんですけど、やっぱり変な雑談をしてる時の方がピッチングいいのかな、ね、結局僕今何を投げてたのか全然覚えてないんですけど、まあ、強いマイナスだからね、抑えないといけないのかなと思うんですけど、本当にほとんどヒット打たれず来るとマサさんスタミナ残るみたいですね、9回まで投げてもアウトにしてあげたい。無理かな、ポッテンと落とされてもヒットにならないみたいですね、ヒットじゃない、アウトにできないみたいですね。走るから1球外してみよう、もう1球外してみよう、おっと外せなかった、もう1球行こう、走らないみたいですね、でも大体コンピューターでこういうところ走ってくるからね、いやらしく。よし、まあ、あれだね、強い回しと強いの壁はだいぶあるみたい、ピッチングスタイルは続けて取ってるのでそんなに変わってないと思うんですけど、まあベストピッチが増えたかなとは思いますね、ある程度慣れてきて、こうゲッツーで痺れたりするとかっこいいね。お、あるよ、お、亀沢がサードしてる、間に合うか、さすがに間に合わないよね、あのサードゴールじゃ。新井さんも年の割にはそこまで足が遅いわけじゃないですから、ここまで来たら完封してあげたいね、いやー広島戦ね、マサさんまさか1回で交代するとは思ってなかったですけど、ね、かっこよかったね、最後に丸をショートゴールで、あセカンドゴールか抑えてかっこよかったかなと思います。よし、なんとかマサさんで一つの輝きを見せれたんじゃないかな、まあ、難易度強いマイナスですけど、よかったんじゃないかなと思います。7安打完封、そうですね、前回の動画からすると見た目良かったんじゃないかな。まあちょっとサッカーの話に熱を帯びてしまいましたけど、ピッチングにあまり専念できなかったですけど、まあサッカー興味ある方はもう少ししたらサッカーの動画も出すつもりなので、大体実況動画って新作からまあ1ヶ月ぐらいは出さないっていうのがね基本やと思うので、まあ、そこは忠実に乗っ取っていきたいかなということで、大体ウィリが発売されたのが10月の1日だったかな、トータルで11月あたりから実況させていただけたらなというふうに思うので、サッカー興味ある方は、そちらを見ていただけると、この動画にね
こういうウィーレのこういうことを実況してほしいってコメント書いていただけたら、それ参考にさせていただくので、多分やると思いますよ。僕リクエストにお答えたいタイプなので、うん、何か書いていただけると、この動画見てね、あ、サッカーいいなと思って、ウィーレこういうことしてほしいなって、もし思った方がいたらコメントしていただけるとありがたいかなと思います。うん、ここでやっとアシスタント、これで絶好調になれますね。ということで、今回はこれで終了させていただきたいかなと思います。次回はそうだね、ベイスターズ戦、ここのベイスターズ戦かな、取っていきたいと思ってます。で、阪神巨人で交流戦を迎えていきたいかなと思っております。まあそうだね、2軍に落とされることもなく続けていけそうかな。なんとか成績を残してね、2軍に落とされないように頑張ってやっていきたいと思います。まあそうだね、難易度もっと上げていきたいね、少しずつレベルアップさせていきたいかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それでは、ね、宗介でした。さようなら。